か。はい。ミリミリランド。すっごい天気です。だいぶ日が上に昇ってきました。田尾の原オートキャンプ場です。今日はレクビーさんのホビクルーオーバーランダーでキャンプしてます。着火の儀、はい、着火の準備してます。ここで昨日買ってきたお肉を焼きたいと思います。では着火してます。メラメラと燃えてきました。薪と炭でバチバチ。はい、そして今日の朝食は何でしょうか。はい、今日の朝食はパスタです。パスタ昨日食べようと思っていたのですが、お腹いっぱいになってしまったため食べられなかったので、昨日のアヒージョの油を使ったペペロンチーノです。あ、早速使いますか。はい、外で使えるシンク。そうちょっと、油さんを洗いたかったので。いや、いいですね。本当にね、このね、ホビクルオーバーランダーは、このシンクが飛び出す、外で使えるという。で、ここで伏せとくと、今みたいに使った後、ちょっと、もう、すぐ、ここで使いたいなっていう時に、蓋があるから、こう、便利。ああ。台にもなるし、この、チームのシンクとしても使える。うん。二通り使えます。そしてなんか、斜めに切ればもうちょっと良かった。アヒージョに、このオクラの他に、こっちの残ってたエリンギサーモンを入れます。このね、エリンギはちっちゃいやつがいっぱい入ってるよっていうパックだったんですけど、ちょっとこの傘の方に切り目を入れて、こうやってやると簡単に割れます。で、ちょっとこう切ってあげて、こんな感じで、下ごしらえしておきます。今お湯を沸かします。こちらで、ガスで。混ぜたい。後先考えずに突っ走るタイプです。やっぱこの自然の中にすごい溶け込むんだよね、これ。オビクルオーバーランド。でね、何気に今ホビクル自体が影を作ってくれてて、すごい今日が出てきて暑くなっちゃったんですよね、日向が、うん、なのでここに避難してきたんですけど、このタープとホビクルの組み合わせでめっちゃこの日陰が快適です。ね、タープとも合うよね、うん、こんな感じでね、ロープを裏に通してタープを張ってます。そしてこちらではアヒージョ、はい、アヒージョの油を移し替えてます。あんなにいっぱいあったのが炭がもう少なくなりましたね。ね、あっという間リンギ入れてます。いい香りです。距離がしっかり、オクラも一緒に投入しちゃいます。はい、で、これだけでいっぱいかも、うん、今あっちのね、火が弱かったのでこっちのガスに移動してきました。はい、ジュージュー焼けてますね。焼けてます。いい感じで焼けてます。いい匂いしっかり。
こんな感じでいただいてみましょう。はい、ではいただきます。ちょっと薄味ですね。あ、でも美味しい。ちょっとお塩振った方が、お塩がやっぱり甘かった。いただきます。うんうん、美味しい。朝からパスタもいいです。うんうん、あ、塩振ったらめっちゃ美味しくなった。これちゃんと塩振った方が美味しいですね。なかなか彩りもいいし、辛さもね結構しっかり効いてる。パスタいただきたいと思います。うん、オイオリーブってよかった。うん、あ、ね、美味しい。美味しいですよね。ちゃんと塩したらかなり美味しい。うん、オリーブオイルと昨日のアヒージョの、そう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 、ね、香りというか、うん、うん、あの何気にねエビの香りがすごい残ってて、食べるとね出てくるんですよ。それが、そしてこのロケーションで食べるのがまた ね最高ですね。いいですよね、川見ながら食べられる、うん、川の音がいいね。あ、そうですね、セミと川の音がめっちゃいい。これを作っていきます。今お湯も沸かしてます。スープ、うん、いきます。でもさ、これどれくらいかな、そのもんかな。足りなかったら足しましょうか。はい、すごい面白いですね。なんかごぼうスープ、はい、ごぼうの香りしますね。ここまで漂ってくる、ごぼうですね。ごぼうのエキスを飲んでるっていう感じです。ごぼう茶みたいな、ごぼう茶みたいな、美味しいです。はい、今ね、そんでね、あの炭ができたら今度こちら行きますよ。上州和牛、いいですね。上州部位、うん、どこなんだろうね、これ。三筋、三筋ってどこですか。そこに書いてあるのはなんか、肩って書いてある、肩って書いてある、どっかに肩って、群馬県産上州、あ、書いてあった、肩、牛肩ステーキ、うんうん、牛肩ステーキ用ミスジ、1600円。そう、すごい高い、びっくり。これは美味しいだろうね、うん、間違いなく。ゆうきさんがなんか久しぶりにいい肉が食べたい。はい、こんな感じです。うわすごい。これは、はい、ミスジって何、結局調べてくれ、調べました。で、そしたら、肩甲骨の内側にあるお肉だそうです。だからね、こんなちっちゃいらしいです。いいね、おいしそう。はい、はいはいはい、ではひっくり返していきましょう。でれん、あー、おー、いいね、おいしそう。いい感じ、おいしそう。おー、また香ばしそう。いいね、いいですね。はい、こんな感じで焼き上がりました。はい、うわー、いいね。うん、いいじゃないですか。いい感じですね。美味しそう。いただきたいと思います。めっちゃジューシーに焼けました。うん、美味しい、すごい美味しいです。これはね、めっちゃ贅沢、柔らかくて、贅沢ですか。うん、肉汁がジュワーってきて、油もたっぷりです。いいね。あ、これはいい肉ですね。ねえ、柔らかい。うん、
で、肉の甘みが口の中に広がって、うんうんうん、これは幸せになる味です。やっぱ高い肉はさ、ハズレがないよね。すごいですね、うん、上州肉、朝から最高です。これはいい、買ってよかった、うん、1600円の価値ありますか？ありますね。わお、おいしい。みるみるランド。はい、今お隣さんがハンモック使っていいよということで、貸してくれるって言ったのでやってみます。これで、あ、あれで、あ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 、すごい。気持ちいい。とってもいいですね。Yes. わあ、すごい。あ、これは気持ちいい。あ、これお昼寝したくなりますね。あー、超いい。中にしかも自分の世界に入れます。あー。わ、めっちゃいい。ハンモック欲しくなりますね。これはすごい、めっちゃいいですよ。快適。快適。いや、もうこのまま寝たい感じ。もうお昼寝行きますね。朝ごはん食べてお腹いっぱいだったので。いやー、これは超いいですね。いやー、もうこれはやりたいな。ちょっとなんかみるみるランドでも取り入れたいね。あ、すごい快適です。やっぱいい大人でしたね。 Whatever we don't need 初めての経験をさせてもらいます。This is perfect for my habit place. Right? You can sleep there every day. You can take a nap. Yeah. Enjoy. Right. You should enjoy it. Like, we'll be here for like...Thank you.